マジかよ。何キロ吹っ飛ばされたんだ。俺は、だからな、寝てろ。お前がどうにかできる敵じゃない。動け。ない。それに、この辺から来る。来る。くる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 。すごい。おい、立花。立花。畜生、状況を見てやりたいんだが。あいつから目が離せねえ。文字通り内臓が破裂したか、その論議、もう長くないな。悪いな、お前を優先できない俺を恨んでくれ。破壊の撃墜、相手のオーラや防御を完全無視した破壊の一振り。だが完璧ではない。能力はある程度の熟練者相手だと抵抗されてしまう。斧を振るしか能がないリリアンにとって戦闘とは相性ゲーム。全然離れねえ。こんなところまでトーヤ先輩と同じなのかよ。お前が俺たちに置いていかれたのはそこから先の成長がなかったから。お前にぶっと近接を取ったら何が残るんだ。気を引く程度の光線くらいか。威力は大きく下がるけどな。クソ誰、斧の噛まれてる異常侵者がする理由がない。よりを飛ぶぞ。離れていいのか、目の前の死に損ないを先に殺すぞ。徹底してんな、東野先輩も確実に敵は殺してたからな。性格の悪い東野先輩って感じだな。やけしてるってことくらい、だけど見頃辺になんてできるか。バカだな、死に行くものを捨て駒として使っていれば隙の一つくらいは作れたというのに。やめるなよ、俺は闘神と呼ばれてきたんだ。武器一つなくなった程度で弱くなると。思うなよ、レプリカ不正だ。なんで？くたばれやー。なんでするかか、どうや先輩と言っても全然だ。当然だ、あの人の力は単純な力だけでねえからな。お、油断したか。さすがは廃れたとはいえば力ばかってところだな。上司に乗らせると厄介そのものだ。お前が肉体と能力しか東野先輩の模倣をしていないのはよくわかった。ならば俺に勝機あり、破壊の力でお前の肉体を一ミリも残しやしない。はぁ、あ、何度も同じ手を。脳筋か。フェイント。逃げ地ならせこちちぎれる程度で済む。というよりあんなフェイントが通用するあたり、経験もそこまで引き継いでないか。こういった、知れがねえんじゃねえか。さすがに乗らせたらやばいな。昔から変わってないな。策より強行突破。植え付けられた記憶の残骸がお前の攻撃を覚えている。負けないな、お互い。若い頃のお前なら2攻撃どころか10攻撃を負荷なしで扱えていたというのに。若さ任せの反動か、リリアン。それに過去を取り返される筋合いはねえんだよ。バチモンが大層な口開くな。そう振り回すなよ。せっかく反動が終わりそうだったのに、またお前の体に負荷がかかんだろ。お前は戦場で闘志の笑顔で敵を殺してきたらいいんだろう。闘志の意味はバチモン、東野先輩の闘志を全く生かしきれてない状態で。どうした、ちょっとの間じゃれあっただけだぞ。もうまともに呼吸できてないじゃないか、情けない。違う、こいつ、何かをしやがった。肉体は衰えても体力はある。これくらいで呼吸が乱れるなんてありえねえ。めまいがひどい、体の力が抜ける、どうなってんだ。最初にあいつが無策に受けたこの技、これは引き切り打ち、封殺、一定の空間を無風化してしまう能力。今あいつの周りだけ風が止まっている。そしてあの空間のみの空気だけであいつは呼吸している。今あの空間はあいつが放った攻撃の炎で生まれた煙に包まれている。つまり一酸化炭素中毒。本来この能力の使い方は意図的に粉塵爆発を発生させる爆弾の外壁のようなもの。あの空間内だけ塵などで密度が高くなったら火花を奥に爆発させる恐ろしい能力だ。まあ得体の知れないものには触れるなってことだな。物心ついた子供でもわかることだ。血に落ちたな。お前の敗因は肉体の老化であり、そして学がない無知ゆえ、バカでは勝てないんだよビリアン。お前みたいに力自慢は若いうちこそ活力があり、周りを魅了するだろう。だがそれは知能が高い奴より寿命が短い。体が老えた時、明確な差が生まれる。それがお前の求めていた答えだ。学ぶことをやめたら人の成長は終わる。程度が決まるんだよ。お前はもう落ちるだけ。ならここで死んでおけ。クローンだがオリジナルは優しいからな。少々の慈悲なら俺にもあるぞ。わかってんだよ。そんなこと、アランが正しかった。この先一つのことだけを極めてもそれがダメになったとき、意味がなくなるということ。例えばプロスポーツ選手、若さや美貌を売りにした芸能人、それらも若さで得ていた才能が老いで枯渇したとき、一般人になり下がる。だがそんな世界でも生きていく方法はある。他の技術を磨くことだ、教育だったり、別の個性を生かしたり、そうやって各業界には多くのことを学び、多彩の武器を持って戦ってきた努力家たちがいる。天才だけでは死ぬまで天才で居続けられない。それが現実なんだ。
まだ生きてたのか、まともに路列も回らないほど脳が働いてないだろうに。もう終われよ、終わったんだよ、お前の時代は。ああ、なんで俺は。内部出血がひどい。体温もひどく下がっている、このままだとまずいな。俺も応急処置程度には治療はできるが。内臓損傷箇所を塞ぐのは至難の技だぞ。とりあえず現状より悪くなることはないだろう。立花副隊長の体力と生命力にかけるしかないな。次だ、少し離れたところに大きな気配を感じる。敵がいるならそこか。頼む、頑張ってくれ。俺がそこに行くまで。ジュリアン。へへ、悲しいな、辛いな、俺の記憶と感情が複雑な心境で入り乱れてる。ビリ、アン。お前がそんな顔なのは、よほど悔しかったんだろう。ビリアン、こうやって次々と仲間が殺されていく。以前にもあった ?20 年も前だ。悪神教君主主以来、この騒動で地球防衛軍の隊長が4名死亡し、副隊長含め多くの犠牲者を出した事件だった。この騒動で生き残った当時の第一部隊隊長のシアーネ先生、第三部隊隊長のレイカ、結局シアーネ先生は後遺症で退任、レイカも当時のトラウマで不調が続き、妊娠発覚をきっかけに退任。結局あの事件で当時の隊長は文字通り全員が前線から消えた、そこから今の体制に戻るまでは地球防衛軍もひどかった。今回の騒動も君主が動いている、そしてファルドラ。同じだ、あの時も二つの騒動が重なっていた、そして助けに向かおうにも間に合わずに次々と仲間が死んでいったんだ。これは、再来、だ、君主が本気で動いた時に起こる史上最悪の事件、これは悪魔が生み出した地獄そのものなんだ。オリジナルの到着か、残念だったな、もう二人とも片付けたぞ、お前はいつも一歩遅いよな、まだ悪い男だ。お前はいつも誰かが犠牲になった後の形しか取れない、守れていない、情けない男だ、強さの無駄だ、笑えて仕方ない。どうけ、また目の前に死体があるな。どうする、後悔か、自分に腹が立つか、教えてくれよ。言いたいことはそれだけか。そんな自問自答はこの長年で腐るほどやってきた。もうそんな言葉で響きもしない。今俺ができることをやる。もうこれ以上犠牲者を出させない。だからお前をここで確実に潰す。今はそれだけで十分だろう。弱者が自分が弱者であることを肯定して罪悪感や劣等感から逃げる。つまらない男だよ、指揮党や。お前もここで終われ、もう似た思いだろう。残念だが死に様は俺が選ぶ、お前に譲る気はない。へえ、どんな死に様が希望なんだ、参考までに聞いてやるよ。俺が生涯愛した妻のそばで死ぬことだ、その権利は誰にも譲らん、子供たちにもだ。くだらねえ、バカじゃねえの、本当にお前、俺のオリジナルか。つまり、絶対に勝ち続けるという意思だ。お前、最後あの地獄を。こっちには同じ過ちをしない、俺が守りきる。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。